それでは初めに横田参考人お願いいたします。はい、ただいま、はい、ただいまご紹介いただきました有限会社横田農場で代表取締役をしています、横田修一と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。時間が限られていますので、お手元にお配りしています資料ですねに基づいて私たち横田農場のやっている取り組みについて、ご紹介させていただこうというふうに思います。はい、では、その、ページめぐっていただいてですね、2ページ目右下にページ番号がついておりますけど、そちらで、ご案内させていただきます。まず横田農場のご紹介を簡単にさせていただきます。横田農場は茨城県龍ケ崎市というところにございます。茨城県の南の方ですね、千葉県と近いところに、ございます。比較的平坦な地域でございます。ただ、東京に、ここまでも、1時間ぐらいで来れるということもあってですね、どちらかというと、都市化が進んだりですね、地元に残って農業をやろうという方が非常に少なくてですね、全国どこでもそうですけども、高齢化による農業者のリタイアが非常に進んでいるという地域でもあります。その下ですね、社員ですけれども、役員が2名父と私ですけれども、あと社員が9名ということで、主に生産を行うものはこのうちの6名ということで、全員でお米を作っていることではなくて6人でやっております。でその下、事業の部分はですね、うちはお米水筒の生産販売ですね、それ以外のものは基本的にやっておりません。お米を作っている農家ということでございます。でその下に遠隔と少しございますけれども、平成8年に法人化をいたしまして、それまでは普通の一農家でしたけれども、平成8年に法人化をしております。でその下いろいろ書いてありますけど、大きいところでいうと平成25年に第52回の農林水産祭で天皇杯という大変名誉な賞をいただきましたけれども、この賞をいただいたのもこの後にご説明をするような、多品種を組み合わせて、先分散を図って、少ない機会少ない人で人数でですね、低コストな栽培をするというところが、評価されて受賞させていただいたというところでございます。では次3ページの方に行かせていただきまして、特徴の丸1というふうにございますけれども、先ほど言いましたように水筒稲作160ヘクタールほどございますけれども、これはあくまでもトータルの面積でありまして、実際には田んぼの枚数でいうとですね、合計407枚という、比較的こう田んぼ多いですね、小さい田んぼがたくさん多いということです。10アール未満の田んぼが、40% を占めるということで、必ずしもこう大きい田んぼばっかり、160ヘクタールもやってて大規模で条件といいところでやってるんだねと思われてしまうんですけども、決してそういうことだけではないですね。その代わりあまりこうなんですかね、積極的に規模拡大をしたわけではないので、比較的その狭い範囲の中でやっているというのが、補助化の移動が少なくてですねというところが特徴の一つでございます。で次4ページ目のところが、規模がだんだん増えているというところがありますけれども、大規模な農家だというふうに見られてしまうんですけど、私が農業を始めたのが平成10年ですけれども、その頃は20ヘクタールぐらいの、それでも大きい方といえば大きい方ですけれども、ということでやってきましたが、だんだん、残念ながら高齢化でやめていく方が多い、そういった形の農地を、地域のですね、農業者の方の農地をお預かりして面積が増えているということでございます。で、5ページ目、すみません、早くて申し訳ありませんけれども、特徴の丸2というところに、そういった環境の中で、特徴としてよく言われるのが、1台の対応機、1台のコンバインで160ヘクタールの面積を行っているというところが特徴として挙げられます。どうしても米農家、やっぱり機械の減価償却費、何でも自動化機械化して非常に効率的に作業できる、楽に作業ができるんですけども、そこのコストがどうしてもかかるということで、それをなるべくこう少ない機械でやろうということで、1台の田植え機、1台のコンバインで、それをどうやってやるかというとですね、さっきを拡大してですね、早生から奥手まで、ここにはさっき拡大のため8品種と書いてありますけど、さっきを拡大するためには8品種、厳密に言うと今10品種ほど作っておりますけれども、それはちょっといろんな目的があって作っているので、さっきを拡大するという意味で言うと8品種ですね、早生から奥手まで、その品種の持っている栽培適期、生育の適期の時期をずらしながら、
田植えで言えば4月の下旬から6月の下旬まで2ヶ月間田植えをずっとやり続ける、稲刈りで言えば8月の下旬から9月の、あ、10月の下旬まで2ヶ月間やるということで、機械をなるべく効率的に稼働して稼働時間を伸ばして、まあ、少ない人数少ない機械でやっているというのが特徴でございます。で、本日の話はこの次から6ページ目のところからでございますけれども、横田農場で種子をどうしているかということでございます。横田農場ではですね、自家採取を基本にやっております。ちょっと前まではですね、2、3年おきに種を全部購入してですね、更新するということを行ってたんですけれども、やっぱりその2、3年に1回起こるその種子の更新のタイミングで、大量の種を購入するということになりますので、今はですね、ちょっとこれ説明が難しい、分かりにくいですって申し訳ないんですけれども、作っている田んぼの中で、先ほど見た10品種今ありますけれども、それぞれ面積は何十ヘクタールとかって作ってるんですが、1ヘクタールずつですね、種子を購入の種子を1ヘクタールを作るためだけにこう買うんですね。で、それをうちの採取補助と認定してですね、というふうに決めて、そこから取れるお米のうちの一部を来年の種として使うという形をとっています。それなぜかといったら種が古くなったりですね、おかしくなって混ざったりとかっていうことがないように、分けているわけですけれども、そういった形で種を取っております。で、当然その種も、種をもみのままこう保管すればそのまま使えるかということではな、そういうわけではないので、それをまた、選別をしたりですね、当然選別すると少し減ってしまったりとかっていうこともありますけれども、そういった選別を行って、いい種を、当然いい種を使わないと僕らいい栽培ができませんので、そういったこと、その選別も自分で、これから冬の時期に僕らの仕事ですけれども、そういうことをやっているということでございます。次、7ページの方ですね。種子、じゃあ実際どれぐらい種を使っているかということなんですけれども、これ8品種と書いてあります。実際は10品種でございますけれども、全部で大体7トンぐらいの種もみが必要になります。実際使ってます。で、そのうち自家採取として採取したものが大体、6600kg、6.6 トンですね、ぐらいの種が使われていると。自家採取したもので賄っている。で、あとは購入したものが大体400キロぐらいですね。先ほど言った、それぞれの品種1ヘクタール分ということで、400キロぐらいずつは購入しているということです。で、種子これ購入しようとすると、大体いろんな販売先、JA さんとかは主ですけれども、大体500キロで言うと500円から700円ぐらいの、金額単価になりますので、これ仮に 7トン全部購入するとなればですね、350万円とか490万円ぐらいになってですね、それは大きな負担じゃないかといえば、そうかもしれない、金額は当然大きいわけですけれども、それは規模が大きいからということもあってですね、生産コスト全体から見ると、1% ぐらいということで、それ大きいと見るか小さいと見るかそれぞれですけれども、それぐらいの割合になるということでございます。で、仮にこの今回の法の改正で、自家採取に許諾料がかかるということを伺っていますけれども、なる可能性があるということを伺ってますけれども、仮にそういうふうになった場合ですね、これ、丸1、丸2と書きましたけれども、つまり自家採取をする、で、これは、当然それに、許諾料が今度かかるということですけれども、それと、自家採取したものも当然、そのまま使う、先ほども言ったように、そのまま使えるわけではなく、選別をしたりっていうコスト、人件費も。そういう機械、選別するための機械の減価償却もありますので、そういったコストがかかってくる、それと、例えばその購入したコスト場合のコストですね、今お話した、購入すると500円から700円ぐらいキロかかりますけれども、それを比べて、どっちの方が経営的に有利なんだろうねということを、経営判断するということになるのかなと思っております。はい、で、8ページ目ですね。で、じゃあその、先ほどもちょっと触れましたけど、生産コストに占める種の割合、種が高いと、いうことなんですけれども、じゃあそれってコストの中でどれぐらいを占めてるんだろうねというのが、この、円グラフに書いてあるものですね。これちょっとすみません、私の資料が古くてですね、ちょっとこれいつも使ってて古いやつ申し訳ないんですが、新しいものは農水省とかに問い合わせていただければと思うんですが、左側は平成24年の農水省が出している生産費調査の、60キロ当たりの生産費、全国15ヘクタール上層という、比較的大きな階層ですけれども、のものです。そこで言ってる、種苗費で大体 2% ぐらい。ですね、で横田農場でいうと、これ右側、平成26年の生産コスト、本当はちょっと比べちゃいけないんですけれども、そちらで比べると、種苗費の割合 1% ということで、先ほど言った自家採取を中心にしたりして、なるべく種のコストを抑えようとしているので、全国平均と比べると、少し小さくなっておりますけれども、
まあ、それでも 1% か 2% かということで、まあ、そんなに必ずしも高い、全体を占める割合として高いと僕は認識しています。むしろ他の部分で少ない機会でやるとかですね、まあ他にももっと、まあ、僕らとしては経営努力でやらなければいけないところは大きいのかなというふうに思っております。で、次9ページのところですね。で、まあ、横田農場が期待する新品種というふうに書いてありますけれども、まあ、先ほども言いましたけど、横田農場の特徴がその作機を分散して、まあ、長期間作業すると、まあ、それによってコストを下げるということをやってるわけですけれども、じゃあ今と同じやり方で作機をただ品種を並べればそれだけの期間伸ばせるかというと、やっぱり必ずしもそういうことではなくてですね、まあ、いろんな天候のリスクも今最近大型の台風が来たりとかですね、まあ、いろんな新しい害虫が出てくるとか病気が出てくるとか、まあ、いろんな問題が経営の中ではリスクが高まってますので、これちょっとお恥ずかしい話ですが、この折れ線グラフ何かというとですね、単種の変化なんです。で、赤い折れ線グラフは全国平均です。これ2004年が1としてますので、まあ、そんなに変わらないという、全国平均でいうと変わらないわけですけど、細い線になっているものが横田農場の、まあ、いろんな品種ごとの、その年ごとの収量の変化です、まあ、これだけ変化しているんですね。で、これは決して横田農場の作り方が悪いとかっていうことだけではなくてです、まあ、そういうこともあるのかもしれませんけれども、やっぱり天候とかですね、まあ、いろんな病害虫とか、まあ、いろんなものがあってですね、非常にこう安定していくのはさせるのが難しいという状況にこうなってきています。で、やっぱり、まあ、我々もちろん農家としてですね、技術を高めて安定生産をしていくということは当然やっていかなきゃいけないわけですけれども、やっぱりこういう気候変動とか、まあ、新しい病害虫なんてものが出てくるとですね、やっぱりそれは品種、もともと品種がやっぱりその例えば高温に強いとかですね、病害虫にも強いみたいなものが当然必要になってくるということだと思います。で、これまではどちらかというと良食味とかですね、そういった向けの品種開発が多かったかもしれませんけど、これからやっぱりこういうよりそういった視点の品種改良が必要、新しいものがですね、まだまだ必要になってくるというふうに感じています。ですから、まあ、新しいものを僕らは使わないと、まあ、経営的にも厳しいということであれば、新しい品種がどんどん出てくる、まあ、育種する人、まあ県とか国とか、まあ、民間の場合もあるかもしれませんけど、そういった人たちが、まあ、新しいどんどん品種を作ってですね、それを僕らがこういう気候変動下でさっきを分散しても安定して生産して、まあ、経営をきちっと維持していくということができるような、体制を作ってもらうということが私たち、まあ、農家にとっても、重要かなというふうには考えております。はい、以上私の方からの非常に簡単で早足で申し訳ありませんでしたけれども、ご報告させていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。次に委員や